ミャンマーアイドルはミャンマー国立テレビで放送される人気のミャンマーの歌唱コンテストテレビシリーズである。2015年の最初のシーズンはミャンマータイムズ氏から大当たりと評された。その好評さのため2020年に第5シーズンが制作されることとなった。シーズン3以来コンテストの形式は上位4プラス1のワイルドカード方式が採用されている。 アメリカンアイドルやその他のアイドルシリーズの成功に触発されて、シュエタン・ルイン社は同じ形式と方法でシリーズのミャンマー版を制作した。スカイネットのミャンマーネットワークテレビで放送された結果、かつてミャンマーで最も人気のあった歌唱コンテストシリーズであった夢で会いアウうーやメロディーと世界よりも高い人気を得るようになっていった。ミャンマーアイドルの 初シーズンではいずれも、ミャンマーの歌手である英霊、チャンチャン、メイスウィートの3人が審査員として起用された。それ以降、ティンザーも、明朝ミャイン、ミャンマーピーテインタン、ヤンアウン、アウンコーラ、ピューピューインを含む3から4人の審査員が、入れ替わりで審査員団に参加した。番組の司会は、シーズン1以来、朝廷アウンが務めている。2015年、 ミャンマーアイドルの初シーズンは、ヤンゴン、マンダレー、パティーン、タウンジーという4つの主要都市でオーディションを行った。このシリーズでは、イエーレー、チャンチャン、メイスウィートの3名が審査員として上位11組のファイナリストを選出した。番組が進行して残った上位3組のファイナリストであるソーラートワー、エムゾーレーン、フニンズイーメーがグランドファイナルショーに進出し、 ソーラー・トワーがミャンマーアイドルの初代優勝者となった。2016年のシーズン2では、ティンザー・モー、ミャンマー・ピー,テー・テンタン、メイス・ウィートの3名が審査員を務めた。オーディションはヤンゴン、マンダレー、ネー・ピー・ドー、タウンジー、パーンの5つの主要都市の他他の都市のバスでも開催された。その後審査員たちは上位10名のファイナリストを決め、 さらに候補が絞られた2017年3月25日のグランドファイナルでは選ばれた2名のファイナリストターンゲイよびビリー・ラミン映画3つの曲で競うこととなった全国での投票結果が集計されターンゲイが第2シーズンの優勝者として発表された2018年のシーズン3では毎シーズンのミャンマー・ピー・テン・タントティンザー・モーに加えヤン・アウンとミオチョウ・ミアインの2名が 新たに審査員として加わった。グランドファイナルに進出者のうち、チャンミエマウンチョーは病気のため参加できなくなった。第3シーズンの覇者となったのはピョーミャ・アウンであった。ゾウジーは準決勝で、ワイルドカードで復活した。上位11のファイナリストは、ピョーミャ・アウン、チャンミエマウンチョー、ゾウジー、ウングウェズ・イン・ライン、ネイカン・ミンティ、ニロン・パルマオ、メーマディ、ピエ・ピョー、ノージャス、 ナンシュエ、スワン・ティエ・アウンであった。ミャンマー・アイドルシーズン4はチャンネル9で放映された。審査員は、ティンザー・モー、ピューピュー・ジョー・ティーン、アウン・コーラ、の3名であった。ファイナリストは、ベンジャミンソン、エーミャ・ピュー、テ・インザー・リー、ノー・セイ・セイ・トゥー、ネイリンチョー・チョウ、スイフハン、ニン・エー・ウィン、タン・クン・チョウ、ソー・クリス・モー・ラーの11名であった。 タンクンチはチャンネルマイナス9ワイルドカードで準決勝に復活した。チャンスイハン、ネイリンチニンエーウィン、タンクンチテ・インザーリー、ノーセイセイトゥー、ヨーキーがチャンネル9ワイルドカードにノミネートされた。グランドファイナル進出者はベンジャミンソン、エーミャピュー、エスター・ドッチンソンの3名であった。グランドファイナルの開催地は従来通り、 ヘキサゴンコンプレックスで投票は2019年12月20日の上位4プラス1の演技後から同28日までの間に行われ、放送時刻は20時30分であった。エスター・ドッチンソンがミャンマーアイドルの第4シーズンにして番組史上初の女子の優勝者となった。ありがとうございます。